ヘンリー・アレクサンデル・ウルティア・ロドリゲスは、キューバ共和国ラストゥーナス州出身のプロ野球選手。右ト左ヒメキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズ所属。2005年にセリエナシオナルでベースボールのレニアドレースで、ラストゥーナスでプレーする。2010年に亡命を図るも失敗し、セリエナシオナルでベースボールから追放となった。2011年9月にハイチに亡命した。その後、 ボルチモア・オリオールズと契約を結んだ。2013年7月20日にメジャーデビューを果たした。メジャー1年目は、主に指名打者として24試合に出場し、16、アンダを放って打率、276を記録。メジャー初長打となる三塁打を放ったが、早打ちで、死球は選ばなかった。2014年3月11日に、オリオールズと1年契約に合意した。 この年は、メジャーでの試合出場はなかった。マイナーでは、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・オリオールズとトリプル A 級、ノーフォーク・タイズの2球団合計で65試合に出場し、打率、253.19打点という成績をマーク。65試合で8死球と、早打ち傾向は変わらず、大リーグ入り後初めて本塁打もなかった年となった。 2015年は2シーズンぶりにメジャーの舞台に姿を見せ、10試合に出場して打率、265を記録、またメジャー初本塁打も放った。守備では左翼手を8試合守り、切削なくこなした。2016年は開幕はマイナーオプションでトリプル A 級ノーフォークに配属されたが、3月16日に AA 級ボーイベイソックスに降格し、 7月19日にリーフとなり、7月28日にマイナー契約で AA 級ボーイに配属された。2017年はトリプル A 級ノーフォークで迎えたが、5月25日に自由契約となった。6月14日、ボストンレッドソックスとマイナー契約を結び、AA 級ポートランドシードックスに配属された。2018年2月2日にメキシカンリーグの メキシコシキレットデビルズと契約。8月16日にトレードでオアハカウォーリアーズに移席。2019年はメキシカンリーグのティフアナブルズと契約。6月4日にトレードでサルティオサラペメーカーズに移席。ありがとうございます。